今回は3回目、3度目の正直っていうことで、とりあえずね、どれかからは脱出しよう。みなさんこんばんは、スフィアリアです。今回もね、グラに遊んでいきましょう。今日めちゃめちゃ風強いね。今台風来てんだっけ <laughs> 今台風来てんだっけってね、この動画がいつ上がってるかわかんないんだけど、今ね、収録日が8月の9日っていうことで、確かね、台風10号が来てるみたいな話がね、あったような気がするんだよね。はい、ということで、えー、今回もね、あのグラに遊んでいこうと思うんですけれども、今回はですね、えー、脱出をね、えー、していきたいと思います。 もうなんかね、フラグにしかね、聞こえないと思うんですけれども、まあ、さすがにね、今回で、ね、まあ、脱出をね、したいと思うわけなんですけれども、ちょっとね、今回はですね、あの、雑談動画みたいなね、感じになっちゃうかもしれないんですけど、ちょっとね、俺のね、まあ、愚痴をね、聞いてほしいと言いますか、<laughs> 本当にね、大したことじゃないんだけど、ちょっとね、話をしたいなぁと思いますので、 まあ、良ければね、あの、お付き合いいただけたらな、と思います。危な今のバレてないの <laughs> 今目の前で隠れたけどね。大丈夫なのか上がってったね。とりあえずね、あの、そこの30秒は、使いたいので、いるね、そこに。罠もそこに仕掛けたか。 拾ってすぐ車行けるかなやるか。よいしょ。落として、落として、で、隠れる。すぐそこにね、いると思うから、来たね。で、30秒の移を作ろう。閉めて閉めて、オッケー。で、バッテリーセット。完璧だね。そして銃の先端も発見。いい感じだね。 ありとかはないか。オッケー。したら、この間に、えっ、ー、と、キッチンの方をね、先に調べてこようか。そう、それでね、あの、今回の動画なんだけど、20回近くね、撮り直しをしてるんですよ。<laughs> 20回って、え、そんなに撮り,撮り直しね、してんのっていうところでね、びっくりされる方もね、いると思うんだけど、まあ、俺にとってね、あの、その、 まあ、撮り直し20回ってのは、まあ20回ってまあ、いつもよりは断然多い方ではあるんだけど、まあ結構ね、俺はね、あの、撮り直しをね、よくするので、その冒頭の挨拶でね、めちゃめちゃ噛んだりとか、そう、あの、あとはまあ、ね、こう、なんかうまくね、いかなかったなっていう時とか、ね、こう、 まあ、再収録をしたりなんていうこともね、あったりとかするんだけど、まあ、20回、30回っていうのはね、本当に、さすがの俺でも、滅多にない数値なんだけど、なんでね、そんなにまあ、取り直しをね、やってんのかと言いますと、あの、ねえ、喋りながらゲームって難しいね <laughs>。これ来るな。ちょっと一回逃げよっか。うん。あのね、俺の、 まあ、仕事の都合上ね。まあ、夜型というか、そう、夜ね、帰ってくるんですよ。で、まあ、あの、帰ってくる時間帯が、えー、22時か23時ぐらい。で、まあ、ご飯食べたり、お風呂入ったりして、まあ、0時近くなるんだよね。で、まあ、自分の部屋に帰ってくるのが、まあ、0時ぐらいっていうところで、で、まあ、そっからね、実況を取ろうとすると、まあ、 実家暮らしなので、なんでね、やっぱり、結構ね、こう、喋ってたりすると、プレイハウスか、開けちゃおう。喋ってたりするとね、すごくうるさいので <laughs>、なので、まあ、夜中にね、実況を取ることができないんですよね。うん。まあ、普通にね、喋ってる分には、普段そんなに喋るタイプではないので、本当に無口な人間なので <laughs>、ね、あの、大丈夫なんだけど、 まあ実況を撮ってる時は、まあ裏の話をねして申し訳ないんだけど、まあ見てくださる方がね、あの楽しんでもらえるようにっていうところで、まあキャラクターを作って喋ってたりとかしてるので、なので結構ね、声を張って喋ってるんで、うるさいんだよね <laughs>。すごいうるさいんだよ。うん。なんで、まあ親もね、こう、ね、起きちゃうっていうところでね。まあいい加減ね、もういい歳なのでね、俺も、もう3十 近い、30近いっていうかもう30か。なので、あった。なのでね、まあ、そろそろね、一人暮らしをしたいっていうところではあるんですけど、まあ、人それぞれね、いろいろと家庭の事情があるかと思うんですけど、俺もね、あの、親がいない、親がいないっていうか、あの、まあちょっといろいろありまして、まあ実家で、まあおじいちゃんおばあちゃん、まあ祖父祖母とね、まあ一緒に、 生活をしているわけなんですけど、まあ、いい歳なので、なので、やっぱりこうね、今のご時世なんかあったら大変だし、やっぱりね、もう歳で動けなくなってくるので、やっぱり面倒をね、やっぱり、長男として、あ、俺、長男なんだけど、<laughs> うん、あの、弟がいるんだけどね。そう、やっぱり長男として、やっぱりこう、親の面倒をね、こう見なくちゃいけないっていうところで、で、やっぱりこう、ね、なかなか一人暮らしができないわけなんですけど、 で、ま、あそれはま、あいいとして、で、ま、あ実況で撮っている時間帯っていうのが、あの、朝方、朝方っていうか、あ、そうだね。うん。ま、あお昼っていうかさ、そのぐらいの時間にま、あ実況を撮っているわけですよ。で、ま、あそうすると何が起こるかっていうと、ま、あ大体ね、あの、察しのいい方はね、もう、分かったと思うんですけど、来るかなうん。 あの、厳重契約のね、動画なんかでもね、結構言ってると思うんだけど、ね、あの、ヘリコプターの音が近いですね、とか、<laughs> そんな話をね、してるのを聞いたことある人いると思うんだけど、よし、銃ができた。これ、ここにおびき寄せるか。うん。これだけやりゃ、ね、来るでしょう。階段のところでやるとね、詰まっちゃうから、ここでやりたいな。そう、で、やっぱりね、その、 時間が時間なので、ね、こう、選挙の時期だと、選挙カーが通ったりとか、あとは、その、なんだ、んー、品回収者のさ、愉快な音楽が流れたりとかね <laughs>。あとは、んまあヘリコプターが近かったりとか、あとは、町内放送が流れたりとか、まあするわけですよ。で、まあ例えば、バイオハザード関連の実況の時って、 結構その、場面移動が結構遠かったりとかするので、そういう時はもうね、こうバッサリカットをしたりとかするんで、例えばさ、こう、アイテムボックス整理とかをしている時なんかだったら、まあ、例えば、うーん、例えばね、えー、アイテムの整理をして、でまあ、例えば、町内放送が流れました。で、カットをして、 はーい、ということで、アイテムのね、えー、整理が終わったので、先に進んでいきましょう、みたいな。そんな風にこう、つなげることができるんだけど、こういうさ、あのー、こういうね、えー、なんだ、グラニーみたいな、もうなんか、どんどんね、こう、止まらずに進んでいくようなゲームだったりする場合って、まあ、あんまりね、カットをしちゃうと、ねえ、まあ、良くないというか、ねえ、なんか、 どう繋がってんのみたいな、やべってるな。感じになっちゃうわけですよ。なんで、まあ、極力ね。うん。極力、まあ、危ね。カットしたくないっていうか、できないので、このゲーム。うん。なんか見てる、見てる側もね、ちょっとわけわかんなくなっちゃうので。よいしょ。なので、まあ、カットをしてないんだよね。で、 まあ、やっぱり、その、町内放送とかだとさ、自分の住んでるところのさ、話をされるじゃん、やっぱり。っていうのはさ、やっぱり、なんていうのこう、何々市のお知らせです、みたいなさ、<laughs> 言うじゃん。そうするとさ、結局、そう、ね、そうなっちゃった場合って、まあ、グラニーの実況の場合って、もう、俺の場合はもう、その時点で、もう、なんて言うんだろう。その動画ボツにしちゃうので、俺の場合はね。うん。 まあ、カットをしたりとか、その部分だけ、まあ、こう、喋ってるね、この音声の部分をカットしちゃって、まあ、字幕で、ちょっと今、音声カットしてます、みたいな風にしてもいいんだけどさ、やっぱりこうね、実況でやってるからさ、ね。で、やっぱり、俺としてもさ、なんて言うんだろう、こう、見てる方がさ、楽しめるような、こう、喋りを、自分なりにね、やっているつもりなので、まあ、喋りとかも、俺としてはね、聞いてほしい、聞いてほしいっていうか、 うん。俺のこの声とか喋りとかっていう部分をまあ好きになってもらいたいなっていうところがあったりとかするので、極力ね、あの、まあカットしたくないわけですよ。俺のまあプライドみたいな話になってくるんだけど、うん。なんで、まあ、なるべくね、えー、まあ、そういうことをしたくないので、あれなんだけど、そういったところでね、まあ、 撮り直しをね、ちょっと今日は、町内放送がめちゃめちゃ多くて、でまあ撮り直しをめちゃめちゃしてて、まあ、もう声もガラガラっていうね、<laughs> まあ状況になっているわけですよ。うん。まあこればっかりは本当にもうどうしようもない話なので、よいしょ。うん。お、食ぶね。急いで撮って、離れよう。結構食うの早いからな、あいつ。 で、スパーナか。スパーナは下だなよいしょ。下に落としたいんだけど。これね、下に落とすのむずいんだよなよいしょ。落ちたあ、落ちたな。オッケー。うん。で、おばあちゃんのね、リスボン地点がわかんないのがめちゃめちゃ怖いんだけど、 ハサミいいねそろそろ多分ね、蘇ってくると思うから、これちょっと、開けて、何もないか。クマはね、あの、まあ、余裕があったら見せますね。そう、そういうところでね、ま、あ取り直しがすごく多くて、 で、今日はね、もう20回近くね、撮り直しをしちゃってるので、もうテンションがバカみたいに低いっていうね。<laughs> うんまあ、動画を見てる方はね、あの結構俺今、動画の時はね、こう、キャラを作って喋ってたりとかするので、まあそんなにね、気にならないかもしれないんですけど、いつも以上にね、まあ撮ってる本人としてはね、テンションが低いんですよ。<laughs> うん。 どっから来るかわかんないな。とりあえず、周りの探索しちゃうか。この辺はでも調べたよね。うん。どっから来るかわからんのが本当に怖い。いたね。ほいあんまりね、遠いとね、なんか、当たんないからね。銃はあと一発。えーっと、でね、 あの、さらに言うと、さっきね、クリア目前まで行ってたんだよ。<laughs> そう。そこでね、町内放送が入ったりして、で、まあ、動画、ね、没っていう感じになったりとかしたので、いや、マジか、みたいな。<laughs> マジか、みたいなね。うん。いや、もうクリア、ね、するところまで行ってたのに、みたいな、ところでね、あれだったりとかしたので、 よし。えー、っと、ハンマーじゃないのか。ハンマーだったら完璧だったな。とりあえず、どうすかな。ここら辺に置いとくか。うん。まだね、かかんないこと稀にあるからね、怖いんだよな。クランクか。俺は銃どこ置いたっけこれか。 水の色とさ、被ってくから <laughs>、わかんないんだよな。そろそろ多分1分経つと思うから。とりあえず、音を立てておいて。もうね、復活してると思うんだよな。あ、復活してるわ。落としてるね。さあ、今から30秒。さあ、このクランクで何が出てくるか。 ほんとね、アイテムのね、あれによってね、結構、クリア率変わってっちゃうからね。あとは、えっ、ー、と、あれが一個ね。さて、何が出てくるかなハンマーが欲しいね。ハンマーがないと、先に進めないから、あるのとないのとじゃね、ほんとに、薬味があるのとないのぐらい違うからね。言ってたら来たね、ハンマー。 よし。これはね、今回クリアいけるな。町内放送流れなければ。<laughs> うん、いや、あのね、今ほら、このご時世でさ、コロナね、あれじゃん。で、やっぱりね、その、コロナで、まあ、自粛してくださいっていう放送が流れてるんですよ。結構な頻度で今流れてて。うん。 で、ま、あそれでね、結構取り直しをね、してるっていう感じなんだよね。まあ、あ本当にね、重要なことだから、その、腸内放送やめろとはもちろん言わないんだけど、ねえ。あの、俺のね、撮ってる時間帯が悪いのも悪いからね。うん、そればっかりはもうしょうがないんだけど。やべ。俺が引っかかっちゃった。<laughs> 俺が引っかかっちゃったよ。やばい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 。動けない動けない。動けないよ。よし。 でそこに置いて、その段差、大丈夫かなたまにね、引っかかんないことあるからね。よし。で、あー、なるほど。引っかかったね、まだね。オッケー。じゃあ、鳥。あー、これいらないんだよな。うん、これね、音鳴らすやつだからね、いらないんだよね。よいしょ。とりあえず、 この罠は、ここにね、仕掛けておくのが一番ね、いいかもしんない。オッケーこれは持ってかないとダメ。で、あと、2階とかの、ハンマーもやれるから、ああ、先にハンマーやるべきだったかなー。まあ、いいや。うん。ヒューズ先にやろう。なんか引っかかってね、また。<laughs> <laughs> なんか、知らないところで、引っかかってんな。あーこれ、スパナが必要なやつだ。あれ俺スパナってどっかで手に入れなかったっけそれってさっきの最、最終力、再収録じゃないや。やってた時か覚えてねえな。<laughs> もう取り直ししすぎてさ、もういろんな記録がごっちゃ混ぜなんだけど。とりあえず <laughs>、凍ってんな。 いやもうマグロ邪魔だよ。邪魔。罠を仕掛けないとここに。はい。で、俺はもうそっち側通れないので、んハンマーどういったあれあったあったあったた。ハンマーで、え、玄関と、あぶね。ん <laughs> ハンマー浮いてたな。 まーだ引っかかってんな。好きだねー。えー、30秒。この間に、上と、そこの、これね。これを外して、で、えー、っと、ドライバーもあるのか。これね。これ剥がして、ここにつけて、邪魔。で、 なるほど、把握。で、これおばあちゃん来るな。それ何あー、なるほど。うーんとね、どうしようかな。うーん。入って、ピン抜いて、よし。で、おばあちゃん来たね。その間に、んあ、バレてる。<laughs> バレてたね。 その間に、これはめに行こう。よし、オッケーオッケーオッケー。いいぞいいぞ。これで、プレイハウスキーの、あれを取りに行こうか。いやー、それにしても、おかげさまで、もう、声がガラガラ。<laughs> 今日ね、あの、動画収録、ね、あの、9時頃から始めたんですよ。朝の9時から。で、今、14時だからね。<laughs> まだあの、このグラニー一本目だから、収録取ってんの。やばすぎだよね。やばすぎだよね。ウェポンキーか。オッケー、ウェポンキーね。いや、でもウェポンキー、でも取ってもなね。もうだって、銃作ってあるし、銃、これこね。音立てちった。 これ来るな。これ来るね。したら、音立てて、で、えー、そうだな、ドライバー取ろうか。ドライバー取って、罠置いたんな。あれこれ全部使っちゃったマジか。やばいな。 これあの、雲のところまで行こう。間に合うかな。雲のところに、あの、銃の弾があるはずなので、これだ。で、おばあちゃん来い。来たね。こっからでもね、一応狙撃行けんだけど、できる限りね、近い方がいい。弾を取る場所と。よし。 で、こっからじゃ狙撃いけないな、無理だな。えー、っと、ドライバーを落として、で、もう一回リロードで、で、ドライバーで開けよう。どこにさ、セーフキーもあったよね、確かね。これね。いやー、ほんとにさ、 ねえ、あの、今回のグラニーのハードのどっかで言ってたかどうか忘れちゃったけど、ねえ、グラニー2やっちゃうとさ、ほんとに、あの、ダブルバレルだからさ、ねえ、楽だよね。切ってあるか。これも切ったっけ ?OK。あ、思い出した。あの、あれだ。上の、あそこだよね。あそこにセーフキーがあるんだ。 外して、なるほど、パッドロックキーか。<laughs> なんか今体透けてたぞ。えそんなことあんの行ったかなこれ怖いな。なんかすぐ持ってきそうな感じがして、怖いんだけどすごく。どうしよっか。 かなどうしようかな。ちょっと待って、このぐらいでいくか。これで、これ外して、で、車の、カーキーも必要なんだよな。うん。で、ショットガンで、一回一分の猶予を作って、 で、三階の、あれを取ろうか。ここに落として。<laughs> おばあちゃん大忙しだなで、ショットガンの、ショットガン拾って、はい、チリリリン。おばあちゃん。来たね。これで、<laughs> えーっと、スパナあるな。 スパナあるけど、これだ。あ、そっか、スパナあるんだったら、あれ、ちょっと待って、おばあちゃん、上がれない、上がれない。スパナあるんだったら、車やれるな、あれ。あとはカーキーさえあれば、なんとかなるって感じだな。これカーキーかなカーキーだったら、可能性あるんだけど、これカーキーじゃないか 脱出行けちゃうんじゃない行けちゃうんじゃないのこれ。えー、っと、これ開ける。あったー車のキーだ。来たねスパナ取って。これ脱出行ったな。車のところだったらね、ぐるぐる回れるから、今来ても遅い。 回す、回す、回す。で、これをはめる。これ来ると思うんだけど。ガソリンもどっかにあったよね。ガソリンもどっかにあったと思うから。やべ。今の当たんないんだ。<laughs> 今の当たんないんだ。車の木拾って。 間に合え。危ねえ、間に合った。間に合ったね。ガソリン、ガソリンってどこにあったっけあ、今のところか今の、いや、おばあちゃんいるなそこにあるそれガソリンあった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 。OK。 後ろをね、スッと <laughs>、スッと取って、通っていく。で、またこれ落として、うーんーと、落として、OK、で、車開けて、開けて、車のキりはもう一回必要だよね。エンジンかけんのに。だから開けて、 マスターキーは別にいらないから、車で脱出しちゃうから、今回は。なので、ガソリンを取って、ガソリンを取って、入れる、えっと、F だよね。ほんとこれさ、あの、ね、なんだっけ、グラニー2でも言ってる気がするけどさ、満タンまで入れる必要ないよな、これ。で、 これ外れてるから、あ、開いたでこれってもう、えー、っと、R、E。ああえー、っと、車の鍵かなあーっとまあ、<laughs> くっそー <laughs> いやー、死なないでいけるかと思ったけど、おばあちゃん早かったな。あ、まだ二日目なのいいねえ。なにこれ さっきのやつかえー、なんだメイビー、なんだわかんない。なにこれなにこの、さあ、意味深な <laughs>、意味深なこの文章は何メイビーなんちゃらって。そしたら、あとは車の借り持てば脱出いけるよな、これ多分。車の借りって、 下にあるよね。車の鍵さえあれば多分いけると思うんだけど。<laughs> やばいな。喉がもうガラガラ。<laughs> めちゃめちゃガラガラなんだけど。えっ、ー、と、あ、車の鍵は、そこだ。えっ、ー、と、これだ。これを拾って、これで、いけるでしょ。これで、いい。 えー、S。おあ、そうそうだ。これで、これ割るんだよね。<laughs> ボンネット取れてるけど。さあ、もう一回。おい。オッケー脱出行けましたね。そこまで来てるんだったらもう止められたような気もするけどね。<laughs> そこ突っ込んじゃいけないけど。ザ・エンド。いやー、行きましたね。 よかった。今回余裕でいけましたね。ね、あの、<laughs> 20回近くね、撮り直ししながらやってた回があったかなっていう感じですけれどもね。はい、ということで、もう声もね、もう、限界を迎えておりますけれども。えー、とりあえず、まあ、次回は、うーん、あれだね、玄関からの脱出をね、やりたいと思います。 はい。ということで、ちょっとね、あの、声が疲れ切って申し訳ないですけれども、えー、今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。良ければね、チャンネル登録、高評価、通知のツイッターのフォローなどよろしくお願いいたします。ではまた、次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。